平野紫仕様、優雅なルイ・ヴィトンスタイルで、エル・ジャパン、表紙を飾り、予約状況が話題に、平野紫仕様の華麗な登場。日本のエンターテインメント界で輝き続ける平野仕様が、ファッション愛好者とファンの期待を一心に受けて、エル・ジャパン、市の11月号特別版の表紙を飾ることが発表されました。 この素晴らしいニュースが知られるや否や、ファッション愛好者としての平野紫耀の人気は如実に現れ、早くも予約殺到の状況となっています。本校では、平野紫耀のルジャパン登場に伴うファッション界での注目度や彼の魅力に迫ります。平野紫耀とルイ・リトン憧れのブランド。平野紫耀のルイ・リトンをまとったファッションポートレートと独占インタビューは、 特別版の中でも特筆すべきポイントの一つです。彼にとって、ルイ・リドンは憧れのブランドであり、その魅力を最大限に引き立てるスタイリングが期待されます。このファッションポートレートが通じて、ヒラの仕様のファッションセンスと彼が、ルイ・リドンをどのように捉えるのかが明らかにされることでしょう。インスタグラムの魅力、ファッションのステートメント。 彼のファッションのステートメントは、インスタグラムを通じて広まっています。平野仕様は9月19日に自身の公式インスタグラムに、全身、ルイ・ビトンでコーディネートした写真を投稿し、その翌日には縦の2分割でのグリッド投稿が完成。これらの写真は、 彼の魅力と、ルイ・ビドンのエレガントなデザインが見事に調和したものとなっており、多くのファンから絶賛を浴びています。カジュアルさとエレガンスの融合。新たに公開された写真には、平野市用がデニムのセットアップと茶色のパーカーに身を包み、ウォレットバッグを携えた姿が収められています。 このスタイルはカジュアルさとエレガンスが見事に融合したものであり、ヒラの仕様の多彩なファッションセンスを象徴しています。特にカメラに向けられる優しい眼差しは彼の魅力を一層引き立てています。ファンからの熱烈な i n インスタグラムのコメント欄にはヒラの仕様に対するファンからの熱烈な支持が相次いでいます。 ファンからは甘くてかっこいい紫陽君、下から目線もかっこいい、インスタの写真の並びがオシャレ、グリッドで並ぶ画像たちも楽しみになってきた、といった感想が寄せられ、平野仕様の魅力がファッション界だけでなく、幅広い層から高く評価されていることが伺えます。予約状況の話題、エルジャパンの人気。 エルジャパン、死の11月号特別版は、平野紫用の表紙登場により、ファッション誌の予約注文において非常に人気のある一冊となっています。久々のメディア登場ということも影響してか、要約で完売状態となり、多くのファンが手に入れるために待ち望んでいます。また、公式発表によれば、9月20日に各ネット書店にて予約受付再開予定です。 とのことでさらなる注目が集まっています。結論、平野紫耀のファッション界への影響力。平野紫耀がエルジャパン、氏の表紙を飾ることは、彼のファッションセンスや魅力を再び注目の敵とさせました。彼のルイ・リトンをまとったファッションポートレートは、彼自身のファッション愛好者としての地位を高め、多くの人々に影響を与えています。 また、SNS を通じてファンとのコミュニケーションを大切にし、彼のファッションに対する情熱を共有しています。L ジャパンの11月号特別版は、平野市洋ファンやファッション愛好者にとって待ち望まれる一冊となりそうです。彼の魅力とファッションへの情熱が、ファッション界に新たなインスピレーションをもたらすことは間違いありません。 今後の彼の活動からも目が離せません。